どうも、ハイチです。今回はとある都道府県の教育委員会の方から連絡をいただきまして、今学校の先生がね、生徒さんのために授業動画皆さん撮ってらっしゃるんですけど、やっぱなかなかうまくいかないと、でかなり困っているので、なんか力を貸してくれないかというふう連絡をいただきました。で、何しようかなと思ったんですけど、まあ、それであれば実際何に困っているのかっていう生の声を集めていただいて、それに答えた方が有意義かなと思って提案したらですね、もうなんか快諾してくれて、本当にブワッてその地域の連絡取ってくれて集めてくれたんですよ。で、この前いただいて、めちゃくちゃ多い量だったんですけど、で全部答えるとさすがに動画の時間ちょっとやばいなと思ったので、その中でも多かった質問にピックアップして答えていこうと思います。で、まあ、その一覧がまあこんな感じです。今出てると思うんですけど、まあ、これに答えていきます。順番に上から答えていきますので、まあ、全部見ていただいても構わないですし、まあ、気になるところだけ見てもらえたらと思います。それではそんな感じでよろしくお願いします。それではまず1つ目、一番多かった質問が機材についてです。機材は何を使ったらいいんですかっていう質問が一番多かったんですけれど、今回はですね、画質、そして音、編集っていうこの3つにテーマを絞って話していきます。で、まず1つ目、画質なんですけれども、実際ですね、自分は家電量販店で売ってる、あの普通に皆さんが購入できる特別な仕様ではないね、普通のビデオを使って撮っています。今でも今はスマホの画質とかもかなり高いので、まあね、授業される方がほとんどでしょうから、黒板とかホワイトボードの文字が見えるのであればそれでも構わないと思います。もちろん子どもたちはですね、目が肥えているので画質がいいに越したことはないんですけれど、まあ、文字が見えなかったらダメですけどね、そのちょっと画質が荒いなぐらいでやる気失せるっていうのはそこまで気にしなくてもいいかなというふうに思ってます。で、それに合わせてですね、画面が暗くなってしまうっていう相談もあったんですね。で、おそらく学校の教室で捉える方が多いと思うんですけど、教室だとどうしてもですね、光の量が足りないんですよね。あの教室の電気だけだとどうしても画面が暗くなってしまいます。で、もしビデオを使って撮られる方はですね、ビデオの設定で明るさ変えてみてください。実は今これ撮ってる画面も、ビデオの設定で明るくしてます。ちょっと変えてみましょうか。そのままいきますね、変えれるはず。いきます、戻しますよ。暗くなりましたよね。これ普通です。実は何もいじらない設定いくとこれになるんです。で、これだと画面が暗いのでカメラ明るさっていう設定でこうやって上げていくんです。このぐらいですかね。ちょっと明るいぐらいでもいいと思います。ただ明るすぎちゃうとホワイトボードの文字飛んでしまうので、ちょっとそこは気をつけなきゃいけないんですが、これで調整することもできます。もちろん編集でもできます。でも編集、まあ後で話しますけど、編集は必須ではないと思うので、カメラの設定とかでもできますから、できる限り設定とかをいじって画面を明るくするという工夫をされたらいいのではないかなと思います。で、次が音ですね。2つ目が音なんですけど、実は音の方が大事です。画質よりも自分が授業動画する身としてはそう思っています。で、自分は今ここにピンマイクがついてるんですけれど、使ってるものが、ちょっと待って、撮ってるものなんで出せなくてごめんなさい。こういうものタスカムっていう会社のこういうものを使ってます。 Amazon で購入できます。ただ多少やっぱり値は張ります。ピンキリなんですけど、このタスカム使ってるのは今2万円ぐらいのものを使っております。で、実際じゃあマイクを使わないとどうなのかっていうのを、自分がこのマイクを使って授業動画するのがここ1年ぐらいなんですね。でもこの活動8年やっているので、初期の頃の動画と今の動画を並べてと流しますので、音の違いをちょっと聞いてみてください。次の値はいくつってことで、まあね、2乗がいっぱいあります。いきましょう。まずカッコマイナスルート6の2乗です。で、ここルートは2乗されると消えちゃうんです。で、直線の式と言われたら、もうね、y イコール ax プラス b と、まあ、ここに持ってってください。いかがだったでしょうか。まあ感じ方いろいろあるとは思うんですけど、やはりマイクを使ってる方が聞きやすいとは思うんですね。で、なんでマイクを今推奨してるかっていうと、自分は家の自宅の一仕事部屋で撮っているので、正直マイクを使わなくても声を張れば撮れます。結構いけます。それでもちょっと反響しますけど、ただ教室で撮られる場合は教室のやっぱ広いので音を拾いにくいんですよね。拾いにくい上にカメラとの距離感とかの関係で、撮ってみたら実はめちゃくちゃ声が小さいみたいなことが起こります。で、自分の体感ですけど、授業動画ってめちゃくちゃ疲れますよね。疲れると思うんですよ。撮られたことある方は分かると思うんですけど、
やりきったって撮った後に音がひどくてできないとか、めちゃくちゃテンション下がると思うんです。でそれがやっぱり無駄な時間にもなりますし、モチベーション削られるので、やっぱり避けたいとこなんですよね。でマイクを使っているともうカメラの位置とか関係ないんですよ。ここで喋ろうが、ここで喋ろうが、マイクここで拾ってるので音は変わんないんです。なのでマイクを使っておくと、音の心配がなくなりますし、やっぱり聞いてくださる生徒さん、画面が見にくいよりも先生が何喋ってるかわからない方がよっぽど苦痛なんですよね。授業でもそうでしたけど。なのでマイクあるといいのかなと。ただ一個、難点があってですね、マイクを使った場合は編集が必須になります。今撮ってるカメラの映像、そしてこっちの音の映像がタスカムから撮れるので、画面の映像のこっちを、音を消すんですね。音をなしにしてこっちを合わせて、で噛み合わせて一個の動画とする形が必要、このね作業が必要なので編集ソフトが必須になります。まあ編集ソフトもですね、今無料編集ソフトもあるのでそんなに苦労はないんですけれど、まあ一個作業が工程が増えますので、そこはまあそこをなんだろう、できるという方はやってみたらいいのかなと思います。であと細かいことなんですが、こっちのやつと例えば同時にビデオとこのタスカムをピッて始めてもずれます。ラグが起こるので、授業を始める前に必ず音合わせって言って、こういうやつをやって音を合わせてあとは編集すると非常に楽になりますので、そういう風にやってみてください。そして最後が編集ですね。編集がめんどくさそう、編集のやり方がわからない、どうすればいいですかって質問がめちゃくちゃ多かったんですけど、私の思いはですね、編集は必須ではありません。編集なくてもいいと思っております。でちょっと料理に例えるとですね、編集っていうのはめちゃくちゃ美味しい調味料、料理を美味しくしてくれる調味料のイメージ、スパイスですね、どっちかというと、というイメージで言います。だからもちろんスパイスを使った方が美味しいものになりやすいですよね。で、授業動画も編集をしてテロップをつけてポイントを出したりとかした方が生徒さんにとって見やすい授業にはなります。それは間違いないですけれど、なくてもいいんです。どうすればいいか、素材が良ければいいんです。元々の授業動画の素材が良ければ編集なくてもいけるっていうのが自分のポリシーです。なので8年間授業動画撮ってきましたけど、自分はその授業途中に編集が入っていません。全部取り切りです。今は冒頭の挨拶、はいじゃあよろしくお願いしますっていう部分のスタート部分の前と終わりにエンディングをつけるので、そこをカットの編集だけ入ってるんですが、昔はですね本当にビデオをピッて押して、はいじゃあよろしくお願いしますから始めて、説明終わってありましょうピッてするまでの何も編集でないもので投稿してました。それでも見てもらえます、はい、ただその分中身をいろいろこだわったりとかしなきゃいけないんですけど、編集ってやっぱり苦労がかかるんですよ。大変なんですよ。時間一番取られます、そこが。で学校の先生今どういう状況かって詳しいのは分かってませんけど、たくさん投稿しなきゃいけない、たくさん作らなきゃいけないっていう状況で編集を入れようとするとですね、なかなか手が回らないでしょうし、先生方忙しいですから。なのでできる限り編集っていうのはしない方がいいのではないかなと思ってます。なので皆さんすごい編集しなきゃいけないっていうのがすごい こびりついてるというか、まあそう思いますよね、 YouTube 見てれば思いますけど、授業動画に関しては編集がなくても、ものによっては素材をちゃんと磨いておけば見てもらえると自分は思っているので、その必須っていうところは少し考え方を変えていただけるきっかけになったらいいのかなというふうに思っております。一つ目でねちょっと長くなって申し訳ないんですが、二つ目いきましょう。次が顔出しをしなきゃいけないですかと、顔出しが嫌なんですけどとかね、いろいろ意見がありましたが、今授業動画を投稿している地域によって、限定公開と、まあ、全体公開している、つまりリンクを知ってる自分の学校の生徒さんしか見れない投稿をしている方と、誰でも見れますよとオープンになっている方がいらっしゃいます。でもちろんこのオープンになっている方だと誰でも見れてしまうので、ネットですからね、顔を出してしまうとっていう懸念する方は多いと思います。でそっちであれば、無理に出す必要はないです、はい。正直顔を出して授業をしている方が子どもたちは、人物が動いている方が入ってきやすいとは思ってます。なので自分が出演してますけど、まあ、顔ほとんど映んないですけどね、自分の授業は。それでやりたくない仕事をする必要はないと思うので、それであれば例えば、パソコンの画面を映して、それでソフトを使って問題を解いていくとか説明していくとかでも構わないと思います。スライドを使ってみるとか、そこは、先生方がしたいようにするのが一番なのかなと思っております。でここでですね、次の質問3つ目もちょっと混ぜてしまいます。次が心ない
ない言葉を浴びるのが怖い、つまりアンチとかに叩かれるのが怖いっていう部分ですね。でこれは結構個人的に相談をいただいている先生が今いらっしゃるんですけど、まあ、オープンに公開をしているとですね、叩かれてます先生今一部で、はい。でこれは、今見てくれてるのは多分うちのユーザーの子供たちもいると思うのでちょっと覚えておいてほしいんですけど、学校の先生は、まあ、もちろんプロです。それで仕事でお金いただいてるんでね、授業のプロではあるんですけど、対面のリアルの授業と映像の授業はもう全く別物です。一つの授業でくくってはいけません。だからリアルの授業がうまいからといって映像授業がうまいわけではないんです。映像授業がうまいからといってリアルの授業がうまいとは限らないんです。別物です。だからそこはまず温かい目で見ててほしいなと思うのが個人的な気持ち。最初からプロはいないです。みんな素人から始めるんです。失敗を繰り返していいものにしていこうってしてる先生がいらっしゃるので、そこのモチベーションを削るのは本当にやめていただきたいと思ってます。でちょっと話を戻しますと、さっきの前の質問とやっぱ被るとこはあるんですが、顔出ししてるのはそこですよね。まあ、何かを叩かれると。で普段の授業であれば言い間違ったりしても次の授業で訂正とかはできますが、映像で残ってしまうともう15分の授業あるじゃないですか。15分の、はい、8分37秒の発言はおかしいとかね、もうチクチク叩かれるわけですよ。でそういうことが起こってきます。おそらく自分は、まあ、今 YouTuber でやってますけど、 YouTuber より学校の先生っていう職業としてやってる人間だからもっと叩かれやすい、これは間違いないです。今の風潮としてはあると思います。だからこそ、顔出しをするしないの部分は先生方のご自身で思う方でやった方がいいんです。授業動画撮るって簡単なことじゃないですし、一回撮ったらもう仕事終わりじゃないんですよね。継続して撮らなければいけない、モチベーションを持たせるのが一番難しいところになります。で逆に言うとそこが一番大事なんですよね。学校の先生の皆さん、普段の授業でもこだわりがあると思います。この先生にはこういうこだわり、この先生はこういうこだわり、それは授業動画でも同じです。だから先生方が思ってるこだわり、自分は出た方がいい、人物が動いた方がいいと思ってるからやるぞ。で自分は、そのね、出るのが嫌だからこそ、だからそのスライドとかを使ってそういう使い方、動画の撮り方をしてるけれども、その中で工夫をしてこだわっていく、いいんですどちらでも。なので先生方がやりやすいというか、やっていきたいと思われる方でやるのがいいのかなと思います。顔出しをしなきゃいけない、しない方がいいっていうのは特に考えなくていいのかなと個人的には思ってます。で次の質問がですね、簡単に撮影から動画投稿までできませんか、その方法を教えてくださいっていうのがあったんですね。でおそらくですけど、これって編集っていう作業がものすごい引っかかってると思うんです。人生で編集ってなかなかしないですよね。自分この仕事をしてなければしてないと思いますし、で知らないことなのでめちゃくちゃ難しそう、時間かかりそう、大変そうってこう肥大化してるんですよこの部分が。でさっきも言ったようにここいらないんですよ、ポイってしちゃって構わないです、なくてもいいんです編集は。なのでそこカットします。そうすると先生気が楽になると思うんですね。で課題としては例えば音とか光とかありましたよね。光に関してはカメラの設定ボタン引き子で直ります。で音に関しては購入していただければ直りますし、例えば他にもこういったマイクってあるんですね。ビデオにつけてこう前方の音だけを拾いやすくするとかもあるんです。でもこれも買わなきゃいけないので、でそれが厳しいんであればもうこのまま行きます。ビデオだけで行ってください。で撮ってから音がってなると辛いので必ずチェックします。自分がカメラ置きます、黒板か何かあります、喋ります、最初の挨拶でいいです、喋ってみて確認するんです。ことこ止めて音がどのくらい聞こえるのかなって、声がちっちゃいなと思ったらカメラを近づけたりとかしてくださいっていう感じでやると音もそれなりにクリアできます。なのであとは授業案です。どういう授業にするか、そこだけです。素材の部分をどれだけ磨いて美味しいものにできるかっていうところに尽力していただく、そこは先生方の腕の見せ所だと思ってます。自分もそこが腕の見せ所だと思っているので、そこに関してはね口出しはしないですけども、そういったふうに思っていただければ投稿まで、撮影から投稿までっていうハードルはだいぶ下がると思いますので、そういうふうに思っていただけたら幸いです。で最後の質問が、すでに投稿されている、例えば自分の動画とかもそうですけど、すでに投稿されているものとの差別化はどうすればいいですかと。はい、ここですね。ここは難しい問題です。
自分もし教師で先生方の立場でこういうハイチみたいな人間が教育 YouTuber がいてやんなきゃいけないってどうしようって思いますね。差別化が必要だと。だってだったらハイチの授業でよくねって思われる可能性があります。で、まあ、自分が、まあ、この立場やってるのであんまり自分を下げて言うのも嫌なのであれですけど、もし先生方の立場である程度自由にやらせてもらえるんであれば全然違うパターンの動画を撮っていきます。まず絶対やるのがチームでやります。チームで、チームというか先生2人か3人のチームを組んで、カメラマンで、まあ、先生ついてもらいますよね。で、自分がまあ授業するじゃないですか。で、ここのやり取りを絶対に入れます。先生にチャチャを入れてもらうんです。どっちかというと、まあ、先生方ねその教科を担当されてるので生徒がつまずくポイントとか分かるじゃないですか。絶対こういうの言ってくるなって、あの学習指導案書きますよね。予想される生徒の反応ってあるじゃないですか。あんな感じです。だからこうやってる時に、先生なんでそれマイナス分配と分配もないかマイナス配った時にそうなるんですか、分かりませんみたいな、そういうの言ってもらうんです。で、それを言ってもらうことで、だからこれはこうなんだよっていう掛け合いがあった方が面白いんですよ。一人で授業すれば絶対に面白い。そしてそれをやってる授業動画ってほぼないので、そこだけでも差別化できます。で、実際に自分の生徒が、生徒さんがね、見た時に先生同士の掛け合いって見れないんですよ。普段の授業で絶対ないじゃないですか。レアなんですよ。それだけでも楽しいんですよ。で、子供たちからすれば先生が予想されるつまずきを言ってくれてるので、実際にそれでつまずいてる生徒さんがいるんです。その生徒さんからしたら、そう、それ聞いて欲しかったのってめちゃくちゃ嬉しいですよ、それだけで。だからそういった、まあ、自分だったらもうそこだけでいきます。それだけで勝負できますもん、掛け合いだけで。で、やっていく感じですかね。他の案もいっぱいありますけど、まあ、そういった形で今自分がやってる授業って全然完璧じゃないですよ。本当に何だろう、一番オーソドックスなものをやってるだけなので、そこにまあ先生方が思う色というかこだわりって部分を詰め込んでもらったらいいんじゃないかなと思います。で、本当長くなって恐縮なんですが、最後にですね、これちょっと自分が使ってるホワイトボードなんですね。今合わせてなくて申し訳ないんですが、学校とか、自分は塾ね、働いてる時に使ってたモデルで一回り小さいです。ちょっと小さいホワイトボードをイメージしてください。下げるか。で、これですね、まだちょっと投稿してない、撮ったんですけど投稿してないシリーズなので、あの何とも言えない番書でごめんなさい。これなんですが、これちょっとちっちゃめのホワイトボードで書いてるのここだけなんですよ。実際に写ってる画角ここだけです。これしか使ってないです、実際は。それをあとアップで合わせて画面全体に見えるように、綺麗に見えるようにサイズ調整をしてるんですけど、これだけです。で、これで、まあ、10分とか15分も喋っていくわけですね。で、一つの授業、普段の授業が、おっと失礼、50分授業とかなので、まあ、そのぐらいの授業をやりたいって思われる方もいるかもしれないんですが、そこはですね、必ず短くコンパクトに仕上げてください。一つの動画でこれしか進まなくていいのかなと思われる方いると思うんですけど、いいんです。生徒からしたら、この動画どこまでやるんだろうって結構しんどいんですよね。自分は板書でポンって出しているので、この内容やったら終わりなんだって終わりが見えるんです。ゴールが見えるからそこまで頑張ろうと思わせられるんです。でも、まあ、言い方悪いですけど、たらたら喋られるといつまで続くのって、ちょっと長いもうだらだら話す校長先生の朝礼の話聞いてるみたいな感じになってしまいます。そうさせるよりは短くても、ポイントを抑えてこれをやればよかったんだと思ってもらえる授業をすることの方がよっぽど価値があると思いますので、まあ、量に関しても、ちょっと工夫をしてもらいながら先生ご自身のこだわりを詰め込んだ授業動画を作ってもらえたらいいんじゃないかなと思っておりますので、まあ、参考になったかどうか分かりませんが、まあ、一 YouTuber の意見ではあるんですけど、まあ、参考になるところがあればぜひ参考にしていただいて、やっていただけたらと思います。はい、ということで、以上、ここまでご視聴いただきありがとうございました。